から行こうかな。もしジャガーポーズをアップデートするとしたら、で俺も正直もうジャガーポーズし始めてる時からこのパフォーマンスがかっこいいなとは思ってなかったんですよ。そうそうそう。でそれをもう何年もやってて、まあ、でもやっぱりそれを待ってくれてるファンの方がいたんで、ゴール取ったらやるっていうのが僕のやるべき仕事 かなと思いながらで、まあ家族も喜んでくれるし、はいはいはい、やるようになったんですけど、最近俺も次パフォーマンスやるなら何にしようかなって考えるんですけど思いつかないんですよ。あ、なるほど。何がいいかな。ゴール決めてパッとやれるパフォーマンスでかっこいいもので、やっぱもうクリスティアーノ・ロナウドのこれしかないじゃないですか、はい、で人の真似するのもあれやし、バク転とかできたらねかっこいいなと思うんですけど、アップデートは考えてない。逆に何かありますか。逆に何かあります。言ってくれたらもうそれちょっとトライしますね。あ、本当ですか。わ、ちょっとこれじゃあしっかり考えたいですね。なんか、まあ、ちょっとこのジャガーポーズをちょっともうちょいダイナミックにするとかどうですかね。ちょっと足つけて、まああの格闘技の那須川天心選手みたいな、なんかもう足開いてなんかこんな感じでみたいな。そういうことっすね。まあ一回ちょっとそうっすね、やってみて周りの反応見て、あ、そう、ちょっと続けるかどうかは考えますけど、あ、一回やってみます。あ、ぜひ、はい、見ておきます。ありがとうございます。アップデートします。じゃあ、はい、ありがとうございます。さらに記録が伸びたきっかけは、白石さんはもちろん陸上選手なんで、まあ、サッカーやってたって話は聞いてたんですけど、もともとおそらく足が速かったんだろうなとは思うんですけど、はい、足が速かった人がじゃあ陸上に変えて、そっからまた自分がこのトレーニングをして足が速くなったなと実感した何か出来事とかきっかけとか、それがじゃあ身長が伸びたとか、まあ、いろんな理由があるとは思うんですけど、はい、そういうなんかきっかけってあるのかな、はい、さらになんか記録がぶって伸びたなんかきっかけってありますか、はい、そうですね、僕中学校の途中から陸上始めたんですけど、まあ、高校までは、まあ、インターハイは出れるけど決勝に残るような選手でもなく、大学の時も大学のインターカレッジの時も決勝に残れる選手でなくて、で、まあ、実業団に入る時に、まあ、そこが一番自分の中でこう大きく成長したかなっていうポイント で、社会人1年目の時に初めて代表入って、でそのまま勢いでも世界陸上出て、で世界陸上でメダル取ったみたいな感じだったんですけど、まあその大学までは、まあ、ただ単にこう自分のフォームであったり、まあ、陸上の基礎トレーニングっていうところをやってて、でもなかなかその結果が出ない時に、じゃあ何か変えないといけないなって時始めたのが、一番これ実感したのはウェイトトレーニングですね。やっぱり僕はやっぱそれやることで、例えばスタートだったら、低く出た時にそれに耐えきれる足の筋力があるあったりとか、まあ、そういったなんですかね、自分がやりたい技術に対してその筋力が必要だからウェイトトレーニング必要だねって、コーチと話した結果ウェイトトレーニングやろうってなって、で大体まあ本当1年間で大学通して4年間で一応軽くはやってたんですけど、その時がまあ8キロぐらい大学通して増えたんですけど、そこからさらに1年で4キロ増やしたんですね。そしたらもう何ですかね、自分でやりたい動きっていうのができるようになって、 100m で言えば大学のベストが10秒32だったんですけど、今10秒19まで来て、で 200m に関しては20秒88っていう、まあ数字になったんですけど、今は20秒27までその年で更新できて、まあすごい飛躍できたのはやっぱりそのウェイトトレーニングっていうのが、ウェイトトレーニング重きを置いてやって、はい、まあ、自分のやりたい技術ができるようになったっていうところがあるのかなと思いますね。はい、そうなんですね、はい、正直なんか予想してた答えとは違いましたね。なんか体の使い方とか、はい、走る技術の部分でグッと伸びたのかなと思いましたけど、はい、そうですね、まあその体の使い方っていうのは多分同じで、その体の使い方ができるように筋力をつけようっていうことでやった感じなんで、まあ結局そこに結びつくとかあるんですけど、まあ、そこがすごい変わったところなのかなと思います。はい、じゃあそこに関してはじゃあもっと筋肉をつけたらもっと速くなる可能性はあるもんなんですか。もちろんありますし、まあ、
ですけど、そのつけすぎたらやっぱ僕ら重くなったりとか、うん、そういった部分もあるので、まあ、その自分がやりたい動きにこう合わせて、じゃあここを鍛えればいいねってところをもう一つずつ拾ってって、まあ、少しずつ今はやっていければいいのかなと思うので、まあ、それが合う合わないはもう一回やってみて、まあ、と選ぼうかなと思ってます。はい、わかりました。ありがとうございます、はい、海外選手とのフィジカルの違いについて、はい、これまあ、やっぱりこう自分が海外行った時に、まあ、僕らは客観的になんですけど、はい、海外の、まあ、黒人の選手とか見ててすごい体でかいなと思って、で、まあこうまあ、僕らは本当その一緒に走ったりするんですけど、こうぶつかったりとかはないので、まあ、そこの違いってところが、まあ、本当客観的にしか違い分かんないので、まあ、本当実際にこう戦ってみてこうどんな感じなのかなって部分はやっぱり気になってます、ね、いやもうこれは海外選手と日本人のフィジカルっていう分け方にしてはもうやっぱ全然違います、ね、あ、そうなんですか。やっぱり僕も J リーグでやってて、はい、でまあ、海外に行きましたけど、僕自身は、まあ、日本の時からトレーニングとかもやってて、もともとそのトレーニングをしてなくても、筋肉がついててがっしりしてた方ではあったんですよ、はい、昔から、はい、子供の頃からなんか人がついてないところに筋肉がついてたりとか、はい、それを使える体の動きしてたりとかしてたんで、まあ、海外に行ってもなんていうの、自分よりすごいなっていう人もいるけど、全然海外の中に入ってもフィジカル的に劣ってはなかったんですね、はい、まあ、でも日本だったらもう僕と同じような人なんてまずいなくて、僕よりなんかこいつ筋肉すげえなって思う人なんてなかなかいなかったんで、まずそこでびっくりしたのと、まあ、あとはやっぱり試合の中でのフィジカルの強さ、スピードの違いで、あとはそのフィジカルの使い方とかはもう全てにおいてそのフィジカルっていう部分ではもう間違いなくもう日本は比にならないなと、日本人は比にならないなと思ってますし、まあ今もやっぱり日本代表でやってて海外でプレーしてる選手の体つきっていうのはもう変わってきてて、代表の中でもすごいがっしりした選手多いですし、はい、でもそれはやっぱりそうやって海外に行って感じて何かをやって変わってきてる部分かなとは思うので、うん、まあ、近づいている日本人が近づいている段階ではありますけど、でもそれがもう元々向こうの選手は特に何もトレーニングしてない選手がもうすごかったりするので、そうなんですか。そこはもう、うん、全然違いますね。もうびっくりします。でも今でもまあ僕もフィジカルはあったのに体負けするっていうことがあったんですけど、逆にだから僕はさっき白石さんが言ってたのと逆で、じゃあ体の使い方の技術とかのトレーニングをより始めるようになって、はい、筋肉あるしごついし、うん、でもなかなかそういうシーンで、互角に戦えないっていうシーンがあったので、で僕はある意味その逆でもう体の使い方、どう使えばより生きるかっていう風、あ、そっちにフォーカスしてトレーニングやり始めるようになって、まあ、またそこも僕も変わってきてて、今はもう体の当たり負けとかもあんましないですし、まあ、でもやっぱり日本とは全然違いますね、はい、なるほど、はい、ズバリ目指しているゴールは。そうですね、まあ、僕らは世界陸上か、オリンピックってところなんで、次が、まあ、2024年にパリオリンピックがあるので、はい、今はそこで、まあ、しっかり個人でファイナル、まあ、8人決勝残れるんですけど、まあ、そこと、あとはリレーで金メダルってところを目指してやってますね、はい、よくでもそこはもう応援しますしか言えないんですけど、はい、頑張ってください。ありがとうございます、はい。特に今もう日本の中でも日本のスプリントすごい、まあ、レベルが上がってきて、本当に 100m だったらこの間の日本選手権ももう本当にその決勝残れるタイムっていうのが去年と 0.1 秒上がったりっていう部分があったので、まあ、そこら辺が日本の中でも厳しくなりましたし、さらに世界に出た時にまたレベルが上がっているところがあるので、もうまた頑張らないといけないなところですね、はい。こっち行こうか。
サッカー選手になっていなかったらスプリンターになってましたか？チャレンジはしてたと思います。何でもやっぱり一番になりたいとかヒーローになりたいっていうのが僕の、なんていうの、夢とか目標に、常に何かになりたいっていうのが僕の夢なんで、そういう意味では足に自信があった分、ヒーローになるために陸上選手になりたいなと思ってたかもわかんないですね。やっぱかっこいいなと思うんで、子供の頃からやっぱ陸上はやっぱり見てたし、特に 100m、200m 走ってる選手は僕の中ではヒーローなんで、うわかっけえな、俺もやりてえなって今でもやっぱ思いますね。嬉しいですね。いや本当にもう憧れの存在ですね、スプリンターは。かい選手でってことですよね。誰が速かったかな、なんか正直誰と走っても負ける気はしないんですけど、やっぱ僕はマッチアップする選手がディフェンスなので、こいつが速い、まあやっぱりコマンとかアルバとかめっちゃ速かったですね、やってても。だからもう速い選手はやっぱその強いチームにいるんですけど、まあ、ブンデスでやっててバイエルンミュンヘンでプレーしてる選手みんな速いです、ね、まずそこが違うんだなと思います。やっぱり上手い選手もそうじゃない選手も紙一重なのかなっていう感覚はあったんですけど、やっぱり能力からして違うんだなっていうのは認めざるを得ないですね。ただ用意ドンって走って負ける気はしないんですけど、やっぱでも速いですね。そこはもうそうですね、間違いないと思います。まあレベルの高いチームになればなるほど、選手になればなるほど能力の速さとか強さもあるんですけど、やっぱり頭の作りとか、視野の広さとか、まあ、全てが多分脳にはつながってると思うんですけど、この脳の動きの速さがすごい速いかなっていうのは感じますな。なんか止めて蹴るっていうのも、ただ止めて蹴るんじゃなくて、どこに止めて、でボールが止めたとしても動いてるわけじゃないですか、ボールは。そのボールをしっかり見て、より速く足を振ってちゃんと当てて思い通りのとこにボールが行くっていうのが僕はすごい苦手なんで、なんでそんなことができるんだろうってやっぱり思うシーンは多いですね。やっぱ海外に、やっぱ日本でやってると僕の方がやっぱ早かったんで、何ボール触るにしても、はい、じゃあボールにシュート打つにしてもそうですけど、海外の選手はそれが速いプラスやっぱ正確、それはでも脳みその動きが全然違うのかなって思うしかないと思う。次のプレーが頭でできてるみたいな。そうですね、でしっかり見えてて状況判断しっかりできてるっていうのはなかなか理解に苦しみますね、できないですもん。そこも違うんですよ。なぜ陸上競技を始めたのか、これは、まあ、僕サッカーやってたんですけど、はい、まあ、僕はすごい今こんな体大きくなったんですけど、はい、その小中の時すごい体ちっちゃくて、でもうすごい細かったんで、はい、まあ、とにかく怪我が多かったんですよね。もうすごい怪我が多くて、ですごい情けない理由なんですけど、はい、もう痛いの嫌だなって思って、はい、でちょっときついなと思ってまあでとりあえず、まあ、まあ、怪我しいろいろしてて、こう母親もとかもいろいろ運転してもらって迷惑かけるのも嫌だったんで、一回ちょっとサッカーをやめようと思って、はい、で、まあ、足は自信があったので、まあ、その時からまあちょっと陸上やってみようかなって、本当にもうただそんだけの理由で、本当、なんていうんですかね、もう陸上でトップ目指したいとかじゃなくて、もうとりあえずなんか部活に入っておかないと、なんか高校とかの推薦がまずいなみたいな感じになったので、全然その陸上でこうなんかしようとかじゃなくて、とりあえず部活に入ろうみたいな感じでした。そうなんですね、はい、なんで陸上だったんですか、他のスポーツじゃなくて陸上が良かったんですか。あもう足が速い、そうです、足速かったのと、なんていうんですかね、自分がこう活躍したらそのまま自分に返ってくるっていうのが、うん、まあ、自分の性格的にもそのままあってたのかなっていう部分があって、まあ、陸上競技になったのかなって感じですね。はい、わかりました、はい、ありがとうございます。
瞬発系のトレーニングと持久系のトレーニングの割合、これは今どうやってるかってことですか？そうですね、まあ、どっちもやっぱサッカーって必要なのかなって、うん、そのやっぱり割合ってどんな感じでやってるのかなって。そうですね、まあじゃあ瞬発系のトレーニングやってる人、持久系のトレーニングやってる人っていうのはもう正直ここにフォーカスを置くためにはチームでトレーニングしたプラスアルファでやるしかないと思ってて、はい、だから僕はどっちかって言ったらもうまずはチームの練習を 100% でやることが一番試合で生きるかなっていうのを思ってて、チームの練習もじゃあ監督がいろんなこと考えて、フィジカルコーチがいろんなこと考えて、一日のトレーニングはこれだけって決めたトレーニングをやっぱり僕たちはやってるので、はい、その中でじゃあなあなあでやってたら一人一人のなんて言うんだろう、運動量とか、疲労も全く変わってくるんですけど、うん、まずは僕はもうそこを全力でやることによって、このどっちも瞬発系のトレーニングも持久系のトレーニングもやっぱり両方入ってるので、あそのチームのトレーニングも、はい、まあ、だからまずはそこを100でやる、でプラスアルファ僕に関してはその後にやることはやっぱ瞬発系のトレーニングの方が多いですね、はい、プラスアルファでやるのは。だから僕に関してはその瞬発力もっと上げたいな、今日最近体にキレがないなってやっぱシーズン中の中で感じることが多いので、だからもう瞬発系のトレーニングを練習後にまた1時間ジムでやったりとか、そっちの方が多いですね、うん、僕は。なるほど。僕はそんなに、まあ、やっぱ短距離なんで持久系はあんまり必要ないっていうところなんで、まあ本当にひたすらトップスピードを上げて、まあ、そのトップスピードを維持する時間を長くする練習っていう目安の方が正しいのかなって感じなんで、まあ、走っても本当に 300m ぐらいまでなんで、うん、まあ、ほとんどは瞬発系のトレーニングなのかなと思います、はい、いつから足は速くなったのか。これは僕は幼稚園の頃からずっともう一番前でした。逆にど僕も一緒ですね、ですか、はい、そうですね。なんでもうずっとまあ本当足だけはなんか自信あったんで、僕もやっぱそれこそサッカーやってた時もさっき言ってたように陸上部の人に勝ってたりみたいな感じだったんで、まあもうちっちゃい頃からですこれは。はい、そうなんですね。まず海外での生活について、ゼロからの動き出しを早くするトレーニングとは、はい、これ2つとも答えていいですか？はい、まずゼロからのトレーニング、動き出しを早くするトレーニングとは、そうですね、いや逆に聞きたいんですけど。いや僕らはこう、まあ、その陸上競技のトレーニングが、まあ、ゼロからの動き出しのトレーニングがあるんですけど、やっぱサッカーもやっぱこう、はい、プレーしてて、はい、まあ、こうやっぱパス出されたら一気にガッて動き出しする部分があるじゃないですか、まあ、僕らは本当スタートダッシュの、はい、まあ、スタンディングブロック使ってやるっていう動きとか、まあ、そういうウェイトトレーニングとかになってくるんですけど、まあ、サッカーはどういう視点そういうトレーニングやってんのかなっていうのはちょっと気になって、まあ、自分も取り入れられたらちょっとやりたいなっていうのもあったんで。そうです、ここがでも難しいなって答えるのに多分あれだなっていうのは、やっぱりゼロの状態がサッカー選手は前向きな状態だけじゃないので、後ろを向いててゼロの状態から全力で走ったり、はい、横向きからゼロの状態を走ったりとかあるので、だから100が0に止まってから0に走る、はい、もうだけ 100にするっていうのも0から100なんで、なんかいろんなトレーニングはあって、あそう、ただ僕はその中でもやっぱり一番自分に必要かなって思ってて、まあ、いろんなトレーニングやってるんですけど、一つ挙げるとしたらやっぱ股関節の動き、はい、が僕はウィークポイントだと思ってて、なんかそこを筋量はすごいやって、縦へのダッシュでスピードに乗り出したら速いとかいうのはあるんですけど、うん、じゃ
100から0に止まって、その100から0に止まるスピードも早く0に止まれた方がいいわけじゃないですか、はい、でまた0から100になる時間も早い方がいいわけで、だからそこに僕はじゃあ、僕が必要だなと思うのはやっぱ股関節の柔軟性、はい、方向転換して0から100とか横向きから前向きに変わって0から100っていうのが、僕はこの股関節の使い方、お尻の使い方とかに今はフォーカスしてトレーニングやってること多いかな、はい、まあ、あとはこの背中の使い方とかもやっぱりいろんな、はい、あの視点はあるんで、まあ、正直全部やってるんですけど、はい、その中一つ挙げるならそうですかね、この足ついてこのここが股関節としてはこっからグッていくこの動きもやっぱ、はいはいはい、あ、なるほど、アキレス腱とかこのふくらはぎとかだけじゃなくて股関節を使うためにお尻も使えてくって出るとかいう感覚は、そうですね、なんかもっともっと良くしていかないとなと思ってトレーニングはいろんなことをやってます、はい、あります。あとは海外での生活についてはもう全く慣れて、あ、で僕今あの料理人として弟を一緒に連れてってるんですけど、まあ、弟も一緒にいるんで、はい、なんか楽しく生活はできてますし、まあ、正直サッカー以外あんまり気にせず、やってますね。だから私生活の部分で充実してるかって言ったら、なんかサッカーのための私生活であるんで、はい、あんま楽しいとは言えないですけど、日本が一番楽しいですけど、はい、でもじゃあサッカー選手のための海外生活って考えたらもうすごい充実してて楽しいなと、はい、思ってます。言葉とかってチームでプレーするじゃないですか、はい、どれぐらいで馴染むって覚えたって感じですか。いや、まあ、僕も全然まだまだ喋れないんですけど、最初ドイツ語を勉強してて、まあ、3年ドイツいて2年離れてもう1回ドイツに戻ってきたんですけど、はい、その3年の間ドイツ語をすごい勉強してて多少喋れるようになったんですけど、はい、離れた時にも全く使えなかったので、まあ、英語に切り替えて、はい、で今ではもうドイツ語で喋ってきても英語で返すぐらい、もう英語で喋ってもどんどん英語を使いたいなと思って、まあ、でも全然喋れないですよ、うん、もう喋れないから喋ってくんなぐらいの感じで、なんかもうどしっとしといた方がやりやすいですね。なんか無理に仲良くなろうって気を使ってると、僕ももともとすごい気を使うタイプだったんで、なんかそれがプレーに影響して、もう今は周りのことなんか関係ないぐらいの感覚でやってます、はい、ありがとうございます。はい、スプリンターにおける駆け引きとはと、何かパフォーマンスはありますか。パフォーマンスの話は最後で、はいはい、そうそうそう、サッカーはいっぱいあるじゃないですか、はいはいはい、無限に駆け引きはあると思うんですけど、はい、スプリンターにそういう駆け引きはあるのかなっていう。スプリンター駆け引きは、まあ、相手に対して、まあ、僕らはその日にもう100% の状態を作るのが、まあ、全てってところもあるんですけど、やっぱりその招集所があるんですけど、こう選手が最後こうゼッケンと確認してもらって、あ、ちゃんと来てるねってチェックする部分もあるんですけど、やっぱそこでやっぱこういろんなパターンの選手がいて、まあ、めっちゃ話しかけてくる選手もいたり、もう絶対話しかけてくんなみたいな選手もいるんで、まあ、そこはなんかちょっと駆け引き唯一スプリンターでやってる部分なのかなって、うん、あ、そうなんですね、はい。じゃあその用意ドンからゴールまでの、はい、なんかランニングに関してのスプリントに関しての駆け引きはあんまないんですか。まあ、レースプランで言えば、まあ、あの駆け引きというか、その、まあ、前半型と後半型がいるので、まあ、いかにその、まあ、駆け引きになるかどうかは分からないですけど、僕は後半型なので、はい、まあ、前半型の選手がバーッとスタート出た時によりこう焦らないで力まないかってところが、あ、まあ、駆け引きではないですけどより近いところなのかなと思います。やっぱり前半型の選手はもうとにかくスタート出て、はい、もう後半型の選手が力んでしまえば自分の勝ちなんで、まあ、それにこう乗らないように僕らは自分のレースをこうやるってところを、まあ、まあ、駆け引きなのかは分からないですけど、そこが一番あれですね、はい、じゃ あえてっていうのはないんですね。あえて前半型にしようとかじゃなくて、あ、そこはもうできないですね、はい、僕らはなんで駆け引きってまた別の話、はい、はい、ありがとうございます。
こういうそのジャガーポーズみたいな感じでやってる日本人選手はいないので、はい、まあ、ぜひいただければ僕も打つときやりたいなと思うんで。あ、ほんますか。はい、やっぱり浅野選手のこれは僕も知ってたんで、やっぱそういうイメージがつくんって考えると、まあ、ちょっと考えたいなと思います。ちょっと陸上選手も、はい、でもチーターポーズでいいじゃないですか。チーターポーズこれがあんまかまあかっこよくないですけどね。まあでも覚えてもらうにはなんかでも確かに陸上走ってそのまま流れてすもんね。そうですね、まあ、考えたこととかもないんですか。ないですね、正直全然。なんかどうなんですかね、僕らもうその楽しむとかでもなんかもうここしかもうレーンしか見てないんで、なんかもうカメラとかこう回ってくるんですけども、それすらも見てなくて、もうなんかただただ自分のやるレースを頭に思い浮かべて、もうそれがこうなんか乱れるのが嫌なんで、もう考えないようにしてるんで、まあ逆にそれが良くないのかもしれないっていう部分もあると思うんですけど、まあ、人それぞれですもんね、はい、おそらくそこに関してはちょっと確かに。でもそのそんだけ集中してる時にゴール後なんですか、トップでゴールしたとしてもパフォーマンスしようっていう頭になってないかもわかんないですよねなんかもう思いつきで出るポーズしかしたことないです、ね、1位でゴールした時。難しいな、ね、いやまあとりあえずじゃあチーターポーズ待ってます。あ、ありがとうございます考えますまずなんか やってください。はい、ありがとうございます。応援してるんで、はい、それ期待してます。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。